今日月末エロゲの日ですよ社長。うん、そうだな。響きの商店さんすごかったですね。お店の中猫と和解せよ一色にしちゃって、うちらの次回作もあのくらい展開してもらえるように頑張るにゃいとにゃ。うちも次回作のタイトルに猫って入れてみるか。ところで社長、猫と和解せよちゃんと買いました？買ってないよ。うわ、裏切り者だ。裏切りって、アイちゃん見てたでしょ、私今日出勤してからずっと仕事してたよね。それがどうしました？月末エロゲの日って毎月来るお祭り感あるけど、冷静になって考えてみればごくごく普通の平日金曜日なんだからね。そんな社会人な言い訳してもダメです。私はちゃんとお昼休みに響きの商店で、あれ、その荷物、あ、ちょっとそれ、あー、これキューブさんから、あ、ちょ、まあ、うーわ自分だけ猫と別れてるのサンプルソフトもらってる。あぐ、サンプルソフトは会社のもの、自分で遊ぶエロゲは自分で買え。いや、ごめんって。わかった、明日は買ってくるから。明日なんてぬるいこと言わずに